ゴーダは、オランダ、南ホラント州の基礎自治体。ロッテルダムの北東、約2 0トルに位置している。ゴーダは、ハウエ川とホランセアイセル川が合流する位置にあり、水運で栄えた。1272年に都市圏を得て、中世末期にはホラントで5本の指に入る都市となった。市街地には、歴史的建造物が多く残っており、15世紀に建てられた。 視聴者や15世紀から16世紀に建てられた聖、ヤンス大協会は特に有名である。この町はまた、ゴーダチーズの生産地としても世界的に有名で、下記の毎週木曜日には観光客向けのチーズ市が催されている。その他、ソクやタバコのパイプ、ストロープワッフルの生産地として有名である。なお、オランダ語ではハウダと発音する。1000年頃、 この地は低湿地とデータン林が広がっており、その中をハウエ川が流れていた。11世紀から12世紀頃、現在のマルクト広場や市庁舎がある付近でデータンの採取が始まった。この町の名前が初めて資料に登場するのは1139年にユトレヒト司教が発した文書である。13世紀にハウエ川はアウデライン川に運河で接続されるとともに、 ハウエ川とホランセアイセル川の合流点には港が作られた。同時にこの港を守るためにハウダ城が築城された。このようにして形成された水上交通路はネーデルラントやバルト海方面とフランドル地方やフランスとの交易の重要なルートの一つとなった。1272年にはホラント博、フロリス五世から都市圏が与えられた。 町は1361年と1438年には大火災に見舞われ、1572年にはスペインをフェリペ2世に対抗する合遺戦に占拠され、放火略奪の限りを尽くされた。1577年にはハウダ城は解体された。不幸はまだ続き、1574年、1625年、1636年と1673年には、 ペストが猛威を振るい、最後の流行では、町の人口の20%に相当する2995人が死亡した。また、16世紀末には大不況が襲い、回復には17世紀半ばを待たねばならなかった。1665年から1672年の間の短い期間好景気が訪れたが、その後は再び不景気となり、1672年には、 戦争が始まるとともに1673年にはペストが流行した。この不景気は地場産業であったタバコのパイプ生産にも影を落とした。1700年から1730年頃は再び好景気となったが、その後は19世紀まで緩やかな不景気が続く時代となった。この時代、ゴーダの名前は古事記の代名詞としても使われた。 市街地を取り囲んでいた壁は1830年より解体が始まり、最後まで残った縄文が撤去されたのが1854年であった。19世紀後半より景気が回復し、スティーリン・カーソン・ファブリック社やマッキーミール、ギャレン・スピノー・リッチ社といった新しい産業分野の企業が起こった。1855年には、ユトレヒトとゴーダの間に鉄道が開通し、 20世紀初めには旧市街を取り囲んでいる堀を越えて市街地の開発が進んだ。1940年からは堀や運河が順次埋め立てられていったが市民の反対にあって埋め立て方針は途中で計画変更され保存されることになった。現在でも歴史遺産として残存している堀や運河を見ることができる。第二次世界大戦中の1944年には ゴーダ駅が連合軍の爆撃に遭い、8人が死亡し10人が負傷した。1977年からはオランダ最大の豚市が開かれていたが、現在ではもう行われていない。西安スタイ協会高速道路 A12、A20 が基礎自治体を通過している。ゴーダ駅は、デンハーグとユトレヒト、ロッテルダムとユトレヒトを結ぶ路線が合流する位置にあり、 これらの駅を結ぶ多くの列車が運行されている。デンハーグ中央駅へはインターシティとスプリンターが1時間に8本、ロッテルダム中央駅へもインターシティと各駅停車が1時間に8本運行されている。ユトリヒト中央駅方面へはフロー人間ンン駅やエンスヘで駅のインターシティも含めて1時間に14本程度の列車が運行されている。 アムステルダム中央駅からは1時間に日本直通の普通列車が出ており、所要時間は約50分である。ありがとうございます。